行きましょう。さあシリーズ化でお送りしております、はい、サイズ別靴の選び方シリーズ、うん、今日は 24.5 の私の出番でございます。わー何がみたいな感じですけれども、私の足は 24.5 センチ、ジャンボモデルの中で最大の足でございまして最大級のビッグフット担当でございまして、特徴としてはちょっと薄いんだけど、あの幅が広いので小指が痛くなりやすいです。あ、うん、なんか小指になんかやっぱこうなんていつもこうほらやっぱ情熱がほとばしってるから、こう小指にものすごく力がもう力んで、ものすごく小指に負担かかってる。親指じゃなくて小指の方なんですねそうなの、そう、もうやっぱりね、もう踏ん張るときはやっぱ小指、小指にね、こう来てね、でね、そういうところが痛くなもう、何あの角とか小指打ったら痛いじゃないですか。そうよ、だから全てにできない。そう、もう情熱のそのね、なんか軸みたいなのが来てるから小指にね、ちょっと全てがかかっているはい、そんな私のちょっと小指、かわいそうな小指ちゃんと、うん、あのどのように、まあ、上手に靴を選んで付き合っているかというのを今日ご紹介したいと思います、うん、ポイント3つございまして、うん、まず1つ目はよくご紹介しておりますアウトシーム製法のお靴ですとなぜか痛くなりません。なんとこれね、多分釣り込み製法って言ってもね、一言で言っても分かりにくいかと思いますが、革をギューンと釣り込んでないその作り、後でねお見せしますが、あのその作りによって革がギューンと伸ばされてないので足当たりが柔らかいのではないかと思っております。さあ2つ目は、はい、幅広タイプでもベルトがあれば OK、はい、そう、幅広タイプだと指が割とフリーですが、うん、これがこうで止まってないと足がギュンギュン前に行って結局小指に負担がかかるんですが、こうでしっかりタイプのしっかり止まるタイプの幅広タイプだったら大丈夫ということでございます。動画で見た方が分かりやすいね、うん、さあポイント3つ目、これがですね今日おすすめしたいワールドグローブさんの靴下が気持ちいい、はい、そう、5本指の靴下なんですが、これもね後で詳しくご紹介いたしましょう。あのすごく通気性が良くて蒸れない、そしてコラーゲンが入ってて、あなたなんと保湿になるのよ、女性の味方コラーゲン、本当にでね、汗をこう吸い取ってくれてすごく履き心地が良くて、でやっぱり5本指なので指のすれがなくてタコができにくくなるということで、この3つのポイントで、まあ、お靴選び、まあ、靴の履き方、まあ、靴下から靴の、なんていうの、靴下と組み合わせで上手にこう工夫しながらやっているというのを、まあ、動画でちょっと分かりやすく見てもらいましょうかね。ではちょっと見てみましょう。どうぞ。というわけで今回は 24.5 センチの私の靴の選び方、まあお悩みとしてはちょっと小指が痛くなりやすいよというのがありまして、で 24.5 センチのサイズで、まあちょっとこう幅広っていうこともありまして、こういうポイントに気をつけながら靴を選んでいます。3つありました。1つ目
アウトシーム製法は小指が痛くならない。うん、なんかね不思議なんですけど、やっぱり見てもらったデザイン2つともそうなんですが、ギューって吊り込んでないんですよね。周りをこう縫う製法になってる、うん、あれだとなんか皮が柔らかくてなぜかわかんない痛くならない。なんだろうね。なんかね確かにグーンと吊り込んでないから、うん、ふわっと足が当たるのですか ね、うん、ね中の容量としてはそんなに容量が大きいわけじゃないと思うんですけど ね、うん、でもなんか不思議とそれは痛くなりません。もう一つ、幅広タイプでもベルトがあれば OK、うん、OK。 幅広で足こう小指が痛くなりやすいから幅広タイプを履けば安心かなって思うんですけど、足が動いちゃうと余計痛いんですよ。そう、そしてかえって疲れたりするんですよね。そう、ただ今回ご紹介したブーツは甲のベルトでビタッと止めるので、そうするとかかとの方をしっかり止めてるとつま先はフリーで幅広だし、うん、痛くならないと。これはいいですよ。お厚底だし、うんうん、ねえ、そういうことでベルトタイプを選べば幅広であれば安心して履けます。3つ目はワールドグローブさんの靴下が気持ちいい。これ靴と関係ないっていうかあれですけど、でもこの5本指の靴下でなんかね、なんとなくお安いの履くとなんかね気持ち悪い時あるんですよ。そうなんかねちょっと変に冷たかったりとかするんですよね。編み方とかあるのかなと思うんですけど、このワールドグローブさんは久留米に本社があるこの靴下を、靴下とか手袋とかを専門に作られている靴下、まあ、メーカーさん、うん、ということでちょっと、まあ、ご縁がありまして、うちのジャンボの本店の奥にあります一歩さん、足のナースステーションのフットケアなんかをしてくださいます、北島さんがワールドグローブさんと、まあ、契約をしているような形で販売されてますので、うん、一歩さんでこの靴下購入できますので、うん、ぜひ気になる方は、まあ、ネットで検索してもらったらワールドグローブさんのホームページからも購入することができます。そう、触ってみたんですけどね、うん、ちょっとサラッとしてていいよ、ね、汗かいてもほんとサラサラしてる、うんうん、ね、本当に汗を和紙の成分とあとコラーゲンの入った糸、これを編んで作ってあるので、和紙の成分でその汗を吸収、うん、であんまり吸収しすぎると乾燥しちゃうんで、そしたら今度はコラーゲンが潤してる。あ、なるほど、ね、すごくよくできた靴下で快適で、タコとかになりやすかったんですけど、この5本指だとその擦れがないのでなりにくいということでございます。5本指だと指が自由に動くから、うん、幅広のタイプの靴と合わせると本当にいいですよね、うん、幅広の靴で甲をしっかり止めていれば、うん、足をね自由に指を動かせば大丈夫ということで、本当にそうでございます、うん、そんな感じでこう上手に皆さんも小道具を使ったり、うん、靴下を工夫したり、うん、いろんな方法で快適に、靴を履いてもっとより元気に、私のように情熱がもうほとばしって小指が痛くならないように気をつけてください。 Twitter、Facebook、Instagram、LINE アットもやってますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてくださいね、はい、ではまた次回お会いしましょう。さよなら。